平野力蔵は日本の農民運動家、政治家、反共農民運動の指導者となり、後国家社会主義に走った。数々の政党結成に関わり、政界の作士と呼ばれ、戦後も衆議院議員として活動し、片山内閣の農林大臣を務めた。兄に平野益吉、夫人の平野茂子は日本社会党参議院議員。三女の平野照子は民社党。 日本ナショナリズム同盟で活動した。自由民主党衆議院議員から岐阜県知事を務めた平野三郎は追いにあたる。1898年11月5日、岐阜県山戸村に生まれる。1920年拓殖大学中国語科を経て、1923年早稲田大学生経科を卒業する。建設者同盟を経て、山梨県の農民運動を指導し、 1924年日本農民組合山梨県連主事となる。1926年に日農の左傾化に反発して離脱し、全日本の民組合同盟を結成して会長に就任。社会民衆党の結成に関わるが、安倍伊相と対立し一時は、麻生久志らと共に日本大衆党を結成、当初期長となった。しかし大衆党の首脳部が、 財界から資金を受け取っていったことが判明したことから、党内対立を招き、大衆党を追われる格好で、平野は1926年10月に、日本農民党を独自に結成し、幹事長に就任。1928年に、日本農民党は、日本労農党、日本労農党と合併して、日本大衆党を結成し、平野は、初期長に就任するが、 第56回帝国議会での政府案賛成と引き換えに、超作林問題などを抱える田中義和首相から相当額を受領したことなどが暴露され、除名される。その後も、田中、宇垣一世ら軍部首脳との関係は深く、1932年に日本国家社会党を組織し、さらに、在京軍人団体と農民の提携を打ち出し1933年に、 行動会を結成して、常任幹事に就任する。1936年に行われた第19回衆議院議員総選挙に、行動会公認で、山梨県から立候補し、当選。以後、通算発揮務める。戦後、日本社会党結成に参加する。社会党では右派に所属し、常任中央執行委員などを歴任する。1947年2月には、 反資本、反ファッション、反共産の三端主義を掲げて、全国農民組合を結成した。同年の第23回衆議院議員総選挙で、社会党が第一党となり、片山内閣が成立すると、農林大臣として入閣するが、内閣官房長官の西尾末広と対立し、罷免される。日本国憲法下における、閣僚姫に一例目であった。 1948年2月に、行動会の経歴に関して、公職追放となった際には、日本の司法判断では、公職追放に該当しない仮処分が下されたが、GHQ の圧力により、長方期的措置であるから、日本の司法判断は及ばないとして、公職追放処分が決定した。これに不満を持った平野派は、片山内閣に非協力的となり、 うち16名は2月17日、社会党を離党し社会革新党を結成した。この公職追放に関連する一連の騒動は、GHQ 民政局と前首相の吉田茂らとの対立に巻き込まれた形だとも言われている。1950年10月13日に追放が解除、されると政界に復帰。1951年には、社会民主党を結成し委員長に就任。 翌1952年に農民共同党と合同して共同党を結成し引き続き委員長となる。同年10月派社会党に合流する。しかし、保全経済会事件に顧問として関与したことから、1954年に事情聴取を受ける。その後2月に衆議院で承認関門をされ、伊藤マス富理事長の話として自由党の広川広子前を通じて、 池田隼人、佐藤栄作に3000万円、海進党の重光葵と大間忠臣2000万円、鳩山一郎と三木武義に1000万円を、それぞれ献金したと証言する。結局、平野はこの攻めを取る形で、右派者回答を離党、1955年衆院選では、無所属で出馬するが落選に終わる。その後、1956年の参院選、 1958年衆院選、1967年衆院選に出馬するものの、いずれも落選に終わる。政界引退後は日韓農業新聞社長となった。1970年代にアメリカの公文書館に対して GHQ の公開された内部文書を請求し、自身の公職追放が不当であるとし、 ジミー・カーター大統領に名誉回復と2億円の賠償請求を求め、カーターからは遺憾のメッセージとアメリカ上院の名誉回復決議を引き出した。1969年除訓に当時局実、茂光明。1981年、のぶじ3位。ありがとうございます。